どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回プラチナエンドのこちらです。うん、じゃん。好きな人間キャラクター。人間キャラクター、ね、あんまいないんですよね。まあ、登場人物自体はそんなにいないですよね、うん、本当に。だから、ちょっと被っちゃう可能性あるけど、やっぱ、うん、田淵は入ってきます、ね、いや、田淵入りませんよもう、田淵はね、浪人生の田淵は入りませんよ、きっと。まあ、いいやつ。まあ、田淵と畠山、もうどっちがどっちだかあんま覚えてないですからどっちかが三郎の方がいますよね、うん、どっちかが三郎なんですけど、どっちかの方が引っ張ってるんですけど、はい。まあ、顔がやっぱね、雑魚キャラの顔ですからね、どう考えても。まあね、うん、まあでも、やっていきましょう。そうですね、はい、はい。じゃあ、僕の好きな人間キャラクター第3位はこちら、中海修司。中海くん。はい、中海はどういった。中海くんは、安楽死させてあげたいっていう子ですね。あいつね、うん、エルみたいなやつね。エル、あ、まあまあまあ、デスノートで言ったらね、エルっぽいですけども、うんうん、まあ、人に迷惑かけたくないっていういい子ですから、基本的には。まあね、うん、ちょっとこじらしちゃっただけで、うんうん、そうだよね。まあ、最終的には神様になって、うん、そうね、中身が、うん、問題児ではありますよね、うん、だから。確かにね、あんなに、学者の人にね、米田先生、米田教授に傾倒しちゃうんだっていうのはありましたけど、うん、そこさえなければね。小学生なの、あいつ。中学生じゃない、中学生、中1か中2ですよね。じゃあ、うん、未来くんとかと同級生ぐらいちょっとしたか。いや、未来くんは高校生だから。あいつ高校生か、うん、未来くんの3つ下ぐらい。まあ、だから進くんと同じぐらいだと、うん、進くん小学生でしょ。小学生、小6でしょ。あのさ、兄貴って言ってたけど、うん、本当の兄ちゃんなの。本当の兄ちゃんじゃない？うん、あ、そう。兄ちゃんどうしちゃったんですかね。はいはい、めっきり出てこなくなりましたけど。まあ、そうだね。うん、まあ、でも可愛いですよね。の中では、うん。意外となんかキャラ変した人だよね。そうね。うん、最初は本当暗かったやつなんだけど、やっぱ刑事のね、女の人に惚れちゃいますから、すぐ。だから俺思うんだけど、うん、その途中までメトロポリマンとか、あいつがね、はい、ずっとやってってたじゃん、神候補を倒していくっていう。はい。果たしてこいつのところまでたどり着けたのかなと探そうと思って探せなかったですよね。探せないですよね、多分、うん、どうやってた。まあ、でも999日あるからね。まあ、確かに、うん、結構長いか、999日、うん、3年近くあるわけだから、うんうん、まあ、だからよく1年も経たないうちにみんな集まったな確かに、ね、意外と全然日数使ってないもんね、うんうんうん、はい、はい、僕は3位は中海くんですね。で、私はこちらです。はい、こちらです。じゃあ、メトロポリマンです。メトロポリマンとして扱ってるんですね、もう、はい、うん。やっぱ、まあね、まあ、当面というか、まあ、こいつだけだからね、その格闘というかね、最後まで激闘したの。まあね、うん、確かにね、だいぶ格闘はしましたからね、メトロポリマン。そうなんですよ、こいつね、必死にね、すごい頑張ったんですけどね、結構安易にやられたっていうね。最後はね、うん、あんな情けないやられ方するんだっていう感じでしたけどね、そこら辺がまたね、その怖いですけど、あいつにね、うん、進くんに赤の矢あっさり刺されちゃってたっていうね、うん、なんであんなに気に入っちゃったかね、あんだけすごいやつが。まあ、まあ、そういう意味では、うん、なんで進くんはあいつがメトロポリマンって分かったのかなっていうのは不思議じゃない。どこにも書いてないよ。確かにね、うん、あいつが天使が見つけたのかな、進くん。不思議だよね、あいつがメトロポリマンだって進くんが分かったところなんもないよ。確かになかった、うん、そこは描かれてないんですよ。そうか、うん、あそこで赤の矢を刺されてなければ、メトロポリマンは対決の時もしっかり逃げてましたから、うん、多分まあね、うん、そうね、そうなんですよ、うん、だから進くんも悪気があって刺したわけじゃないもんね。メトロポリマンが好きだったからね。そう、うん、だから追っかけてたのかな、メトロ。でも最新の注意を払ってたでしょ、メトロポリマン。さすがにね、メトロポリマンメトロポリマンって何なの確かにそもそもこいつすごい格好をつけてたけど、メトロポリマンダサいよ、ね、なんでメトロポリマンに目をつけたのかな。こいつ名前なんて言ったっけ。かなで、かなでくんね、うん、まああいつも所詮高校生だからね。まあね、うん、かなでくんね、かなでくんはね、ほんと妹も殺しちゃうし目も当てらんないんですよね、まあ、劇場型ですよね、うん、妹が彼氏できそうになったらね、もう殺しちゃってね、うん、
俺ちゃんと落として、でこのまま死んだらずっと俺のものになるんじゃないかっていう、とんでもないやつですからね、うん、怖いですよ、うん、で生き返らせたいって言ってるわけでしょ、ずっと神になって生き返らせたいわけで、そうなんですよ、うん、バルタが教えたっぽい、バルタが天使が教えてんだ、そう教えていいの逆にあの未来軍たちについての天使たちは何で教えてくれなかったの、まあ、でも天使の個性もあるね、天使も一緒にやって、まあ、個性もあるし、うん、天使も一緒に探してはいたもんね、 でも下手に動いたらバレちゃうからっていうので、まあ、そうか、天使も見れるってことか、うん、でしかもバルタは何でも知ってんのか、あいつなんか知識が深いんだよね、バルタは遊びじゃなかったっけ、勘、あ遊びか、勘でしょ、あ違うや、あれだ、あバルタじゃないんじゃない、違う違う、バルタと、バルタと、バルタだって初めのあれでしょ、いやだからあれだよ、フェネマ、分かった、バル、あの、あ、バルタと誰かが仲良くて一緒にやってたんだ、そうそうそう、初めの君のやつと手組んでて、初め君のやつはメトロポリマンの正体知ってるってことだよね、うん、だバルタとフェネマが手を組んでたってことだ、そういうことね、うん、だから書き回す2人ですよね、天使の中では、うんうん、それを教えてあげたってことが、その2人がさ、その時俺ペレマって名前だけ出てきて、誰だペレマってつけてって思ったんだよ、そういうことね、うん、やっと理解しました、はい、話してみるもんですね、はい、分かんなかったことが分かりますからね、はい、じゃあ僕の第2位、2位はこちら、南川、あいつね、同級生ね、そうです、あの奏の同級生ですね、何気にスポット当たったよね、そうね、途中からね急に、うん、いいやつね、まあ、なんか唯一普通の人間というか、まあね、うん、いいやつだし、ただ中学生と付き合っちゃった、ね、いや別にいいじゃん、それは2個ぐらいでしょ、年の差なんて、うん、まあね、頑張ったと思いますよ、あそこからよく付き合えたもんだなと思いますよ、うん、いやでも高校生の時に中学生と付き合うって発想あったかな、まあ、ないですけど、でもやっぱ一貫だから、あの中高一貫でしょ、あそこなんで、うん、僕も高校の時 ね、 気持ち悪いですけどね、そうか、中学生かないよね、うん、まあ登校してる時に、チャリで登校してる時に可愛いなっていう中学生はいたけど、そっちの方が気持ち悪いですあの子可愛いなっていうのはいましたけど、ね、一緒ですよ、はい、南川と弓道の練習見に行っちゃうと一緒ですよ、うんうんうん、あれなんで奏と一緒じゃなきゃ見に行けなかったんだろうね、うん、だからその男、まあその部活を見に来てったら変態じゃないけど、何見に来てんだってなるってことでしょ、彼と一緒だったらまあなんか説得力があるというか、そういう感じなのね、うん、なんか奏の親父が学校理事長なんで ね、うん、だからといって別にねとは思いますけど、うんうん、まあ南川はいいやつなんだよね、はい、変な風にならなくてよかったです、じゃあ私これです、はい、じゃん、手間、手まりゆりいる、そんな人手まりゆりが好きな人手まりゆりいいでしょ、手まり、まあ神候補の中では、うん、まあ確か一番普通、いや手まりゆりみたいな、うん、なんていうの、最初、まあ、雑魚キャラじゃん、うんうん、だけどなんだかんだってこういうやつがさ意外と重要な役っていうかさ、あのチームの中の、まあね、まあムードメーカー、うん、そうね、うん、みたいなのが俺は好きなんだよね、うん、好きっていうか、なんか作者もやっぱこいついてくれてよかったと思ってると思うんだよね、こいついないって深刻だもん、まあ、話が動かないしね、うん、うん、そうで何気にさズバッと言うし、うん、で最後はしっかりね助手もやって、うん、偉いね、助手やってましたね、その最後ヨルダ先生のね、しっかり助手もやってますから、うん、そうね、うん、まあ一番こう常識人ではありますよね、神候補の中では、まあね、うん、なこいつなんで死のうとしてたんだっけ、なんかまあ何もかもうまくいかなかったんじゃない、だから赤の矢があんなに欲しかったんでしょ、まあそうか、うん、こいつは多分確かにあんまりその死ぬところは描かれてなかった、なんであったっけね、確かあんま覚えてないな、まあね、まあなんかあっけらかんとしてますよね、一番、うん、そうね、赤の矢どうしてほしいあんなにね、まあそれが人間でしょうけどね、一回手に入れちゃったものを、まあね、うん、手放せないっていうのが、こいつとロドリゲスだけですから、赤の矢はあんなに欲望のままにね、欲望のままに、まあ普通でも扱いますよね、赤の矢が手に入ったら、まあ怖いけどね、赤の矢を刺すのは、まあね、まあ、33日しか好きでいられないから、うん、まあね、赤の矢の使い方も難しいですよね、だからそう考えたら確かにね、だからさっきちゃんにはもう刺せないってことか、さきちゃんに刺してもう刺せないですよ、そうか、うん、
まねえんだな。え？でもそれがなくても好きだからいいじゃん。そうか。はい、じゃあ僕の第1位はこちらです。向井堂奈々と。これはやっぱりダントツでかっこよくないですか、向井堂さんが。いや最初出てきた時は気持ち悪いで、まあ、ちょっとめちゃくちゃ怖かったですけどね、最初出てきた時は、うん、まあ、まあ悲しいですよね、死が決まってて、うん、家族のためだけにあんなに戦っちゃうんですから。向井堂のこう、うん、死はすごい描かれてたよね、タバコこう刺して、うん、そうね奥さんがね、うんうん、向井堂さんはね、こう一人称が自分なんでね、ちょっとややこしいっていうのはあるんですよね。自分を愛してるか確認がね、そう、どっちのことなんだろう、自分自身を愛してるのかなのか、うん、その向井堂さんのことをね愛してるのかっていう、そこだけがまあややこしかったですけど、まあこのキャラクターの中ではダントツでかっこよかったですね、向井堂さんが。やっぱり、まあ、向井堂だけが大人だからね、神候補の中で唯一大人だから、うん、まあ、あと米田教授もいますからね。あ、米田もいるか、うん、まあ、前半では大人はもう向井堂しかいなかったですから、うん、あんなに服もいっぱい作ってね。あとロドリゲスも大人。ロドリゲスもまあ大人ですけど、あれもいていないようなもんですから。ロドリゲス、トンボは。それ以外は結構10代だよね。いや、そうなんだよね。うん、なんであんなに、まあだから自殺がその年代の多いってことか。まあそうか。うん、はい。まあ僕は向井堂さんです、1位。まあね、人気ありそうだよね。うん、まあ、人気、まあ普通にて人気あるんじゃない？僕はこちらですね、はい、やっぱ米田教授ね。米田学。うん、やっぱこの、うん、そうだね、後半に出てきて、はい、戦うかと思っていや別に格闘キャラじゃなかった、うん、実はこいつもこいつし、だこいつはまあね、うん、迫力はありましたよね。まあね、うん、ただやっぱ何回見ても、うん、あのブリーチのザルキケンパチに見えるんですよね。まあ似てますよね、めちゃくちゃ似てますよね、似てる、髪型も一緒だし、うん、目の感じも一緒だし、そうね、聞きたいっすよ、真似して書いたんじゃないか、小畑先生に。いや、小畑先生にでしょ、それ聞くとしたら。誰に聞くのよ、店内の。いやだから困るのよ、矢沢愛先生もそんな何でもかんでも聞かれたら。店内に聞くしかないな。お便り溜まっちゃってるから、もう矢沢愛先生の。まあ確かに似てますけど、米田教授とね、ザラキケンパチ。そう、無理数をね数えちゃいますから。今日の無理数はやっぱさんって、うん、足も速いですからね。実はそうなんだよね、うん、でいいやつだし、星と同じぐらいの足の速さです、ね、で一番やっぱ笑ったのが、うん、俺の高校の時の友達だみたいな言って、うん、給油給油どちらでもないかって書いてたけど、うん、5分28秒って言って、それがお前と話した時間だとめちゃくちゃ覚えてるでそれは唯一喋ったやつだから、ね、めちゃくちゃ覚えている、すごい好きだった絶対そんな時間まで覚えてるな、一人しか喋ってなかったからって言ってましたから、うん、それはね、まあね、ボネダ学ね、まあ確かにいろいろね、メトロポリマンがどうのこうのやってる間ずっと天使と喋ってて、そうなん、気づかなかったってことですもんね、うん、外の世界のことを。悪いやつじゃないんだよね、まあ悪いやつは自分のせいですよね、それこそ、うん、神などいないっていう、まあ、ニーチェと一緒だよね、うん、神は死んだ、神は死んだ、哲学の話なんだよね、なんか基本的にはね。まあそうね、うん、後半はほんとずっとその話でしたもんね。はい、ってことで米田学、学、うん、じゃあめちゃくちゃいいじゃん、米田先生と手まりさんが女子とあれの関係になった。いや、そういう見方してない自分の中と1位と2位がなんかペアになったみたいな、めちゃくちゃいい展開じゃん。いや、そういうコミケみたいな見方してない、コミケ的見方してないよ。そうですか、うん、まあまあ、まあ、まあでもこれぐらいですよね、多分。いや、いないんだよ、もう。あーたもだってさきちゃんは、まあ、さきちゃんね、まあ、さきちゃんキモいんだよね、ちょっと、うん、ちょっとまあうじゅうじ、まあしょうがないけどね、いろいろあったから、うん、うじゅうじしちゃってる。さきちゃんキモいのよ、うん、あのさきちゃんがさ、あれよく分かんなかったんだけどさ、なんかキスしようとしてさ、はい、向井堂さんって言ったらキスしなかったっていうのは何なの。向井堂さん、なんかあの かけるくんがさ寝ててさ、はいはい、さきちゃんキスしようとしたらさ、うん、向井堂さんみたいな言って、あキスしなかった、あれしなかったの。俺はした後だって思ってたけど、しなかったってことじゃないの、あれ。しなかったのかな。でもなんかナッセがさ、さき、うん、ちゃんついにみたいな言ってなかった。言ってたっけ、うん、うん、俺はキスしたって思ったけど、まあどっちでもいいんですけど、書いてもキスしたシーンをさ
いやだからもうこうなってたじゃん完全に。いやいやちょっと一コマ使ってましたよ。行間でやんねえでよ。まあそんなもんかね。進くんとか人気あんのかな。いやないでしょ。でも序盤からね進くんこう写真で出てきたけど、まあね、ずっと出てこないもんね。うん、あとはミスリンかな。え人気あるとしたら。ミスリン人気ありそうじゃない？ミスリン？うん、ミスリンってあの殺人鬼？殺人鬼。あミスリンね。爆破されちゃったからな、ミスリン。もろともね。うん。ああいうやり方しますよね。うん、確かにね。確かにもういないね。ほぼ全員に触れたんじゃない？そうね。うん、まあ幕末龍二と小日向冬子もいますけど。幕末龍二？誰？あのメトロポリマンあ消したみたいな二人ですよ。あいつらね。うん。あいつらただの人間なわけでしょ。おいちゃちょっと平凡すぎるよね。あんなやつ いたらもう困っちゃうよあの二人。もうね、まあ赤の矢で操られてる、うん、操られてないんだっけあれ結局。操られてる、操られてんだよね、うん、あじゃなきゃ本当やばいやつだからな。まあこんな感じ全員、はい、ほぼ全員じゃん。まあほぼ全員話しましたね、うん、これでね、うん、確かに。はい、だけど皆さんもぜひ好きなキャラクター見つけてみてください。お願いします。さあそれでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。やっぱアイドルはいいよな。そうだな、確かにいいよな。うん、お前なんか好きなアイドルって誰？俺、うん、俺やっぱまあ乃木坂かな。乃木坂いいよな、みんな可愛いしな。そうそうそう、日向坂もいいけどね。確かにね。ああ、うん、お前好きなグループあんの？まあ俺はあれだね、うん、まあベタに AMK。 AMK？ ああ AMK、 まあそれか SGK。 いやお前ロドリゲストンマだろ。どうもありがとうございました。